アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。はい、本日はですね最近調子が良くてですね、かなり調子が良いです。めっちゃキルも取れるし、ポイントも取れていて、何よりマップを把握しようとしている。そしてちゃんと団体行動しようとしている。そして指揮官さんやその代理指揮などが入っている場合はそれの指示に従おうとしている。いろいろとね、こう重なり合ってね、なかなか調子がいいですね。はい、この戦績を見ていただいたら分かるように、めちゃめちゃ勝ってますね。これ1、2、3、4、5、6、7、8、はい、怒涛の8連勝ということで、はい、めちゃめちゃ勝ってますね。うん、なので最近ね、基本的にはもう CT になることがちょっと減りましたね。だいぶ CT になることがなくなりましたね。重いコストのデッキだとしても、なんだったらその使わない機体もあるぐらいの、生存意識、はい、生存意識、強い個性にしたんだな、僕は強い個性にしたんだよね。決して恵まれた個性じゃないんだよね。はい、てなわけで、今日はこのデッキで、出撃します。なぜ、今回ゼータガンダムを入れているかと言いますと、今週の、フィールドはもうこの今週の配信中のマップも見るようになったんだよね。入薬用ですね。入薬が来た場合は、ゼータガンダムが本当土手規制なので、はい、その都度ね、フィールドに合わせて、モビルスーツを変えていくっていうことをするんだよね。パワー。はい、ちゃんと入薬を引いてくるあたり、はい、そういうことですね。予測が必要なんだよね。僕の個性は予測が必要。もう聴覚は透過して、視力も透過するんだよね。入薬を引いてくる予測が必要だったんだよね。入薬です。はい。ここはね、ゼータガンダムが非常に光りますんで、隙を見てね、ゼータガンダムで突いけるときはしっかり突していこうと思います。出撃する機体を選んでください。初動はですね、まあ AX もしくは CZ の、2択です。しかしながら、どっちかっていうと、これはね、個人差と、あとは皆の意思の尊重、X よろ、こっち行きますか。基本的には、僕は CZ 突の方が、得意なんだよね。はい、予測、こう、後ろ回っていく、このルート、エテポンゲルートって呼ばれています。今回はちょっと北側に、意見が偏りましたんで、こちらを押そうと思います。やはりね、枚数があった方が強いんだよね。まっすぐに飛んでいきましょう。あー、しまった、スチーム切ってない。切れる、今無理だ、今は切れないんだよね。よし、あまり止まりたくはないけど、一人で突っ込む。
と良くない。引っかかって。よし、いけいけいけ。よし、ナイスだ。よし、せ。はい。はい。はい、ここからちょっと音声の方が途切れてしまいましたので、後付けで今これ突隙を見て突をするんだよねって言いながら突してます。はい。でしっかりね突決めたんで感極まっている頃だと思います。でこれもうあれかな、代理入ってんのかな。あ、まだ多分入ってますね。この後ちょっと言っちゃった。この後ねちょっと代理式に入ります。これブライトさんがねブライトさんがなんか指示出しとったんで、さすがにねそれだけはまずいかなと思ったんだよね。ブライトが指揮をしてたら予測が、ここほんとやっぱ百式が本当に強いと実感しましたね。ここの混戦。あと一つ気づいたんだけど、ガンダムオンラインの後付けの実況ってめちゃくちゃ難しいですね。やっぱ気合で実況するタイプなので、はい、ちょっとむずいですねこのガンダムオンラインの後付け実況って。はい、ここでブライトノアがなんか言うとるのに気づいて、これじゃいけない、このままじゃいけないということで代理式になります。はい、あまり気は進みませんが、はい、続けます。しかしながらね、普段本当に指揮官での参戦はやったことはありません。で代理式はねたまにやります、たまにやりますけど、実際こう実況しながら代理式をやるというのはもうほぼ不可能に近いというね実感を、しております。はい、もう二度とやらないでしょう。本当にね、はい、今コンテナをねお願いしております。はい、はい、チャットカメ草、チャットカメすぎ草、もうパニックですね、今もうパニック起こしてますね。もうこの後はちょっともう代理のことと、そのいろいろこの相手のこう攻め具合がもういろいろとありまして、もうまともに戦えておりません。はい、もうパニックです、ずっとこの戦いは。とにかくね止めること、来てるやつを止めることしかできなくて、もう全てが後手に回ってしまいました。そして今ね、補給艦をその4番の隣に出すことができるんですけど、その補給艦を出そうとしてるんですが、タイムが全然まだだったので、どうしようかなっていう、うわっっていうやつですね。そしてアムロレイがアムロです。アムロがねこの4番で戦ってる間にね少しでも 4番の制圧に協力して、チームワークが経験につながるんだよね。パワー。そう、しかしながらこれ今補給艦を出したんですけど、はい、もう待ち構えられて、もう後ろで今バチバチに撃たれてますね。しゃがんで撃たれてる。そしてもう速攻壊されて、速攻ニューガンダムも死ぬという最悪の結果に終わりました。はい、最悪の結果に終わりました。何の意味もありませんでした。序盤こそね拠点突がしっかり決まってリードしていたのですが、もう相手のその攻めっ気にもう、圧倒されましたね。
やっぱり指揮官がいないという代理指揮がいないというこの現実、指揮する者がいないとこうもまとまらないのかというぐらいの、感じでもう実感しました。あのリーダーが必要だと、委員長が必要だとね、今一度ね認識した戦いでしたね。これは本当でしたらこのゼータガンダムは、この状況ならば今思うと真ん中通って Y 拠点を狙う、まあ、下の通路なり通ってね Y 拠点狙うのがゼータガンダムのお仕事なんですが、もうそんなことも考えられていませんね、この状況で。とにかく C 拠点への攻撃を通さないこと、そして代理をうまく円滑に進めること。はい、もうこういう結果です。パニックです。はい、もうパニックを起こしてます、ね。はい、そこでね、ここでやっと代理の人がねもう一人現れたので、もうここからモビルスーツ乗りの方がね僕の本職なんで、はい、本職がモビルスーツ乗りなんでね、もうやはりアタッカーとしてね前線に立つ、エテポンゲのねこの1枚は本当このフィールドでは5枚分ぐらいの役割を果たしているので、しっかり前線に立ち、今ここで叫んでます。止めるな、止まるな、止めろって、前に進め、恐れてはいけない、ワンワンフォーオール、オールフォーワン、進め、個性を生かせ、おのおのの個性を生かせって言ってますね今。いやけど頑張った方だよな、動画として代理式入るのもね初めてかもしれないね。絶対できないっていうのはね、両立しながらその実況はもう絶対できないっていう分かってたんですけど、いないっていうのは良くないんですわ。はい、もう代理がいないっていうのはもう絶望です、それは。ヒーローが心折れちゃいけない、そういうことなんです。ありがとうございます。なかなかね、やっと集中、戦闘に集中しだしましたね。はい、もう見て取れます、感じます、この動き、実にいい動き、いいエイムだ、このエイム力、決して恵まれたエイム力じゃない、強くしたんだよね。はい、例のごとくアトミックバズーカーです。そしてここからは上側、北側の、守りにも、向かいます。やはりここのね戦場っていうのは、上もほったらかしてはいけないし、下は特にほったらかしてはいけないという、一番は基本的にはね、まあ、オセロになりますね。取ったら取られて、取られたら取って、もうそれの繰り返しをもう続けるしかありませんね。維持する必要はないんですけど、ほったらかすわけにはいかないか。しかしね、ちゃんと、一人単独行動にならないように、そう、こういうね隙を見て入れちゃうからね、ここのフィールドは気をつけなきゃいけない、見なきゃいけない、ちゃんとそう、いけ攻めろ、もっとちゃんと、たくそかお前、ちゃんとやれ早く、それでいい、それでいい、いけ
それでいい。逃がすな。撃ち続けろ。ここちょっと惜しかったですね。これちょっと惜しいポイントですね、今のところ。で、ちょっとずつ前に行きね、やっぱ踏めるときには踏む。そして踏み終わって、で、ここでね、上に戦艦が通ってることにね、気づいておりません、まだ。まだ気づいておりません。今の攻撃も気づいておりません。味方がちょけてんのかと思ってました、正直この時。気づいてません。しかし、ここで振り返って気づく。時すでに遅し、通過していた。遅かった、気づくのが。遅かった。そしてここ諦めない、諦めないポイント、ここ諦めなかったから勝てました。これはしかしもう戦艦がもうしっかり抜けてます。スチームも起動してますけどね、もう殴られてる、もう間に合わない、だとしても行く、もう遅いだろうと思っても行く。そう、それでいい。これが大事ですね。こういうところ一つ一つがね、大切なんです。いや、このね、戦いは本当に指揮官、リーダーさえいればね、もうちょっと戦えて、自力はありましたよ、皆の者。うん、一人一人個々の力はね、なかなか強かったです。個々の力は。しかし、統率する者がいなかった。敗因はそこです。補給艦出してすぐ壊されることもなかっただろうに。あとはもうここの。しかしね、ここのまあオセロもね、これもうオーバーヒート、もうパニックです、オーバーヒート。しかし、上ばっかりいるとね、次、下がね、押されてしまうという、その不条理。上下をしっかり見ないと、上下の戦局をしっかり見極めなければいけません。今回はこの戦闘ではちょっとゼータガンダム全く使えませんでした。本来ならね、このニューヨークというのは本当あのゼータガンダムのあの土適性マップの一つなので、戦艦と同時に戦艦を A から出発させて、X もしくは Y まで行くことが、 Y までね届く距離までね、行ければ、その建物の隙からね、攻撃することができるので、そこもね、通ればよかったんですが、ここはね、惜しかった。これ、実に惜しかった、ここ。けど、今、むやみに突っ込まなかったのは正解ですね。まあ、結局、ちょっとここで敵の数に圧倒されてやられるんですけど、最初の段階で、突っ込んでたらもうその時点でやられてましたからね。成長です。我が軍の敗北です。撤退してください。地上部隊を前進させろ。敵艦を捕捉、はい、占拠するぞ。経験ですね、やっぱり経験が大事です。こういう経験を経て強くなるんだよね。個性を生かせるんだよね。パワー。で、まあこれ、まあ、いつもの締めの画面なんですけども、確かこの時はそうだな、悔しさのあまり涙してたんじゃないかな。もう悔し涙流してたような気がするな、この時。うん、不甲斐なさに悔し涙を流していたような気がしたな。うん、ここは本当うまいことその指示、うん、もうやっぱ戦闘と、救助、戦闘と救助ってのは同時には行えない。やはり戦闘向きの個性を持ってるやつは戦闘に向かうべきだし、救助に
向いてる個性のものは救助に向かうべき、やはり2と追うものは1とも得ずということで、2と追ってしまったことに対しての悔し涙、オールマイトへの感謝の気持ちなどといろいろあって悔しいんだよね、経験がものを言うんだよねっていう風なことを言ってた気がするな。この時泣いてたな、うん、悔しさのあまり泣いてたな、うん、けどあ終わっちゃった、あ